皆さん、ご機嫌いかがですか？姉さんニュースのお時間です。いつもご心配をおかけしている姉さんの植木ですが、最近はどうも調子がいいようです。セリーナはもうなんかオブジェみたいになっちゃったんだけど、これがセリーナの忘れ形見になります。ちょっとね、間引きした時の葉っぱをお水に挿して根っこが出てきたから土に植え替えた。そしてこのなんか芝生みたいのがちょっと入ってるのが可愛いのと、あとこれスミレだと思うんだけど、私はスミレが大好きだから、これスミレ咲いたら嬉しいな。で、新入りの愛の木パキラも元気です。新芽が出てます。元気に育ってるし、あとこれは友達が金柑を食べて庭にペッて種、その苗をもらって育ててる金柑はずっとちっちゃいままだけど、でもこんなトゲもついて強そうな。ガジュマルが生き延びてます。やったー。しかもこんななんかツヤツヤの芽が出てきて、頑張れ沖縄人、頑張れ東京で、頑張ってます私たち。近所のバラがね、風で折れて倒れちゃったのをもらったんだけど、それを今根が出ないかなって待ってるところ。これエンジョイっていうポトス、前サボテンの横で枯れちゃったエンジョイの忘れ形見です。これもいっぱい伸びた時に間引きして、で根が出たから土に植え替えたやつで頑張ってます。全然水をあげないんだけど、いつも水腐れみたいな状態で根がダメになって植木がよく死んじゃうんだけど、私はなんか水の木を持ってるみたいで、なんかね、水いっぱいあげてないのに私の水の木で、あ、だからか。なんかスタジオもよく止めちゃうんだよね。なんか歌うと止まっちゃうの、システムが。また止まりました。復旧活動が進んでいます。で、いつも私が機械に近づくと壊れるからみんな嫌がるんだけど、あ、それもそうなのかもな。水の木が働いちゃって、機械って水ダメだからね。今年はスタジオの機材とも植木とも仲良くやっていけるといいですね。それではスタジオの姉さん。バラ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 、そう、何か今ここに何だよ、サッカー、それちょっと見るなっちゃう、何だこれ、どれ見てよかった。だってどっちがいいって？もういいか？